どうも、いたまめです。今回は、ソーソーさんがやってるインワードボーカルフライのやり方を、また解説していこうと思います。ちょっと前に、インワードボーカルフライのおすすめの使い方みたいな動画をね、上げたんですけども、最近インワードボーカルフライの構造を上げていなかったということで、今回最新版ということでね、新しく作っていきたいと思います。ということで、早速参りましょう。レッツゴー。はい、やり方解説です。まずは、声帯を締めます。声帯の締め方とは何ぞやっていう方のために超簡単に声帯を締める方法をお教えします。それがこちら。はっ、これです。はっはっって言ってますよね。このはっって言い切ったところで息を止めます。これで今声帯が締まっています。そして次にこの状態で引き声をしましょう。はっ、以上です。で、音を鳴らすコツはですね、声帯を締めた後に舌を引いて喉全体を下ろすようなイメージをしながら引き声を鳴らすこと。この技使い慣れると音の高さを変えれるのはもちろん粒感をね変えることもできるので、ぜひ練習してみてください。こういう系の技は小さい頃にやっててできるとかそういう人が多い系の技になるので、できる人できない人がめちゃめちゃ大きく分かれる技になるんですけど、どうしてもやってみたいんだっていう方は頑張って練習してみてください。概要欄にね、インワードボーカルフライおすすめの使い方を解説した動画も貼っておくので、ぜひ見てみてください。ということで、じゃあね、高評価忘れずに。